はい、どうも、姉です。今回なんですけども、縛り大食いシリーズ！縛り大食いシリーズということで、ある特定のものを好きなだけ食べていこうというシリーズでございます。ドーナツとかクロワッサンとかやったことあるんですけど、今回はある食材でやっていこうと思います。そして今回の食材は、こちら！じゃーん！第一パンの一口包みソーセージパンでございまーす。一口サイズのお手軽に食べることができるこのパンを今回大量に買いました。一口パンをこんだけ食べることないんで、好きなだけ小さい頃、ああ、いっぱい食べたかったなっていう思いを、ちょっと夢を叶えようかなと。一つのやりたかったことを叶えて、好きなだけ食べ放題、していこうと思います。では、イーティングタイムに、いってらっしゃい！見てこれ、このタワー、一口パンタワー、合計で28個あります。崩れへんから心配やったけど、なんとか積み上がりました。では早速食べていこうと思います。いただきます。まずは安定のグランパンをいただきます。おすすめってもここに書いてある。いただきます。おいしい。では早速一口パンいただきます。中はマヨネーズとソーセージ、綺麗に分離しちゃった。美味しい。やっぱり昔から食べてるから懐かしい味と安定感はやっぱりありますね。何個かちょっと焼いてみたりして食べていこうと思います。ソーセージとマヨネーズを包み込んだ食べやすいやつの惣菜パンで、1個あたり95キロカロリー、タンパク質 2.4g、 脂質 5.2g、 炭水化物 9.6g、 食塩相当量 0.5g です。トータルでグランパン込みで2800キロカロリーぐらい。香りが好き。マヨネーズやからそのケチャップとか合うかもしれない。美味しい。こんなに食べるの初めて。美味しい。美味しいしか出てこないな。多分小さい頃から食べてる人もいてると思う。絶対7個入りで、まあ、税込みで180円か。やから割と高いけど、製造メーカーのパンで考えたら。家庭でもすぐなくなっちゃうタイプのパンやな。取り合いになる。気づいたらなくなる。最近思うのは、小さい頃ってもちろん栄養バランスもめちゃめちゃ大事やけど、何よりもご飯を食べることの楽しさを教えてあげないといけないかなっていう、そういう食育、食の楽しさを教えてあげることが大切なんじゃないかなって最近考えるようになって、だからファストフードとかマクドとかをまあしょっちゅう食べたらもちろん体にあんな悪すぎるけど、マクドとかそのジャンクフードとかもそうやし、そのアイスとかミスドとかで比較的体に良くはないけど、でもそういったもので食べることの楽しさを教えてあげるっていうのが親としてはやることなんじゃないかなって思って思います。その後で栄養バランスを整えていったらいいかなという。で、まずはもう食の楽しさを教えてあげることが大事なんかなっていうのは最近ちょっとふと思いました。オーブンで3つ焼いてきました。で、1個ちょっとケチャップつけました。ケチャップとマヨネーズで合うと思う。うん。オーブンでしたらちょっと適度にカッチリして食べやすい。美味しい。普通にいけるね。ケチャップとマヨネーズでオーロラソースってよくあるから、小さい頃からなんかハンバーグをオーロラソースで食べたりとかしてたから、ケチャップとマヨネーズは普通に合う。美味しい。同じものやから多分ゆっくり食べたら飽きてくるから、スピードは大事かもしれへん。これ冷やしても意外といけるかもしれんな。今日は冷やしてないんですけど、なんか美味しい以外の言葉が出てこない。特に普通に安定感って食べやすい感じやから、美味しい以外に言葉にできない。ラーラーラ
ならな言葉にできない、ラン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 言葉にできない。パンがふっくらしてる、こんな感じ。大量生産しやすいよな。製造メーカーってその良くも悪くもコスパいいよな。食品添加物は多いけど、普段絶対食べへんもん。もう体に悪いの分かってるから、こうやって動画の時だけ食べるけど、好きなだけ。最近あんま食べてなかったから、ここ数日めっちゃ顎疲れる。グランパでも疲れるし、なんなら普通の日常のキャベツとかでも疲れる。味はファミリー層向けというか、小さい子供とか学生向け、家族とかが好みそうな味。やっぱり今回は第一製パンの一口パンやけど、神戸屋でも同じような一口パンの2個で包んでるやつがある。2個版の商品が売られてます。好きな時に好きなものを好きなだけ食べれる人生って本当に最高。さっきパンかなんかが喉に刺さって危なかった。あともうちょっと。ラスト1個いただきます。美味しい。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで一口ソーセージのパンを食べたんですけど、いや幸せでしたね。ああいう感じで小さい頃からやりたかったことをまた一つ一つ叶えていってるんですけど、一口サイズのパンってやっぱ食べやすいし、お手頃感ある。完食とかおやつに子供向けに置いてたら小学生ぐらいだと多分食べるし、そういう意味で食べることを楽しむという意味のきっかけ作りには一つなる商品なんかなと思います。食品添加物多くて、まあ、もちろん製造メーカーのパンなので、で僕ももう20になったんで、まあ、18、19ぐらいから食品添加物を少しずつ意識してるんですけど、やっぱりでも一番はストレスが大敵で、体重を気にして食べたりとかしちゃうんですけど、それをなくしてストレスフリーに食べていく。食べるときはもうストレスなしで何も考えずに食べる。それが一番いいんじゃないかなと思います。普段のときは食べないと、メリハリをつけてやっていくことで、まあ、長期的に見たら健康なんかなと思います。やっぱ適度に食べないと、体重落ちやすい子とかはやっぱり食べないといけないと思うんですけど、僕はもうすぐ太るんで、普段は少量でいつも食べてるんですけど、またこんな感じでちょっとした食の豆知識も自分の経験談とか自分の価値観もう少しずつ、食べながら喋っていったりとかもしていこうかなって今後考えてるんで、これからもぜひ、チェックしてください。本日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。アンドゥでした。バイバーイ。